はいえー、ではお時間になりましたのでこれからえー、NZX、えー、ミートアップ東京をですね、えー、開始したいと思いますえー、本日司会進行させていただきます私サイフステクノロジーの村田と申しますえどうぞよろしくお願いいたします。 今回です、ね、ミートアップということで,です、ね、正式にです、ね、立ち上げを行いまして今回です、ね、共催としてエンジェクスのジャパンが、ね、立ち上がりましたのでこちらにも支援入っていただきましてあとはユニアデックス様です、ね、にも支援いただく形で,です、ね、開催のほうをこ、ね、ぎつけたという形になっております。ぜひです、ね、今後もエンジェクスミートアップ、会を重ねてですね広げていきたいと思っておりますので まだまだ共済、ご協力いただける企業さんを募集しておりますので、ぜひぜひお声がけいただければと思っております。今回、ご紹介させていただくエンジェックスですね、こちらのまあ皆さんすでにファンの方はご存知だと思いますけれども、改めてご存じではない方もいればと思いますので、ご紹介させていただきますけれども、エンジェックスはですねえロシアの大手ポータルサイトを管理されていたイゴール・シソエフ氏ですねがアパッチの拡張モジュールを開発しながら、 日々来るトラックですね、こちらをです、ね、しのいでいましたけれども、まあ、やっぱりアパッチのところの限界というところを感じたというところで、ですね自ら Web サーバーの開発に着手したというのがですね背景になっておりまして、2004年にエンジェックスの初版がリリースされてから、もう14年経ってるわけですね。 でさらにです、ね、2011年にエンジン X インクという形で,です、ね、会社が設立されましてエンターバイズ向けにはです、ね、2013年にエンジン X プラスの R 版がリリースされるこういったです、ね、歴史をたどってきております。でサイオステクノロジーの方はです、ね、2014年ですねに、まあ エンジェックスとしての販売パートナーという形でですね、契、えー、約を結びまして、日本での,あの展開というところをです、ねえー、担当させていただいているとい、そういった役割で、えー、行わせていただいております。 まあそんな中で、今、エンジェックスですね、やっぱり世界のトップ100万サイトのシェアを見ていきますと、エンジェックスがアパッチを超えて今、1位と、こういったですねニュースも出て、認知度もかなり上がって、ですね利用者も今、増えている状況です。こういったエンジェックスを利用,いた利用するためのですねノウハウの共有の場という形で、ですねえこういった機会をですねぜひですねえ活用いただいて、よりエンジェックスのユーザーがですねもっと増えていければ、そういうふうに考えております。ぜひですね皆さん ご参加いいただいて皆さんの,あのノウハウというところもです、ね、ぜひこういった場で,です、ね、あのいろいろと発表いただければとそういういうに考えておりますエンジェクスのです、ねえー、ミートアップジャパン n、えー、というグループをです、ね、コンパスにて作りましたので、えー、よろしければ皆さん、ぜひこちらです、ね、ご登録いただければと思います。 え次回の案内というところもですねいち早くこちらにですね届くような形になりますので結構、最初ですね、あのー、コンパスまずちょっとコンパスだけでやってみようという形でですね登録したところですぐに満席になるというですねそれだけやっぱり注目の高いコミュニティなのかなというふうに考えておりますので、えー、ぜひこちらに登録いただいてですねご活用いただけたらという,ふうに思っておりますぜひこちらお願いいたします。 ではです、ねえー、実際始めたいと思エンジェクスを最大限に活用しましょうというところで,で今回です、ね、オープニングに先立ちましてです、ね、先ほどエンジェクス KKJAPAN が立ち上がりましたというところで,です、ね、カントリーマネージャーの中島様からです、ねあのー、オープニングでいただければと思っておりますので中島さん、よろしくお願いしまますめして中島と言います。 えっとまあ、今ちょっと紹介いただいたんですけどもあの日本のカントリーマネージャーをやらせて10月1日にあの就任しましてあの日本で活動を始めておりますでえー、っとまあ細かいあの技術的な内容はこの後 LT で田辺の方からご紹介しますので、えー、っと今私の方からはちょっと概要というかあの、まあ、日本のオペレーションに関してあの紹介させていただきます。 でえー、とまずちょっとねあの、ビデオを1つ見ていただきたいんですけども。When the user experience fails, you need experience to make it right. Experience Engine No matter your business, every company is becoming a tech company, and every second matters. We help you rise to the demand of on-demand expectations and deliver the faster, better, cheaper business outcomes you need to compete in a world where every second matters. What type of tech company do you want to be? Hi. あのちょっと違和感を覚える人もいるかと思うんですけどもオープンソースを使ってきたエンジン X の方々多いと思うのでまあなんかすごい商業的なイメージのこのプロモーションビデオを見てうんって思った人もいるかと思うんですけどもあのまあビデオにもありましたようにエンジン X プラスというあの商用バージョンというのをまあ我々主にあの今でご提供してましてでそれを訴求するためのビデオになっております。最後の、あのあ、ー まあキャッチフレーズみたいなのがあったと思うんですけども、EveryCompany is a tech company っていう、すべての会社があのもうテック・カンパニーで、秒単位であのやっぱりいいユーザーエクスペリエンスをユーザーさんにおてあの提供することが死活問題になっていると、そこをわれわれとして解決していきたいという思いですね。先ほどあのイゴールの,あの、まあ 創業時のの思思いいっっていううががあったとんんでですすけどもも結局そこにもつながるんです、ね、アパッチサーバーの性能がやっぱりちょっと限界があるとそれをやっぱり改善したいからなんとかできないかということで始まったのがエンジン X ということなんで、まあ、そこからあの AA とあの同じ思いを持って、えー、と我々は開発をコミュニティの方々と続けているということになります。 でまあちょっとこれ先ほどあの村田さんも触れていただいたので割愛しますけどもえっ、ー、とまあ現時点あのオフィスがえっ、ー、とサンフランシスコに本社がありましてちょうどあの十一月の中うん十月の中頃かえっ、ー、と新しいあのオフィス広いオフィスにあの移転しましたのでえっ、ー、ともし機会があったらそちらの方も訪問してみてくださいあの後ろにあるようなプールのテーブルとか そういったあの、まあ、シリコンバレーにありがちな <laughs> あの施設もあったりとかしてちょっとおしゃれなビルになってますで。それ以外にロンドンとコークってちょっとロンドンの西側アイルランドのほか。かシンガポールでシドニーモスクワであの東京オフィスを 10,、えー、と10月、まあ、正式には、えー、と次のページにはあじゃなくて。えーと 実際は11月1日に WeWork の京橋にオープンしたあの店舗の中にあのオフィスを11月1日にあのやりましてあの10月1日から業務はスタートしています。体制的には私と後ろに座っております田辺後で LT であのご紹介するしますけどもの2人で今やっておりまして1月にもう1人のソリューションアーキテクトが入る予定です。 でえーっとまあ、今、募集営業とかマーケティングとかサポートエンジニアとか、まあ、とにかくあのエンジン X を日本で一緒に頑張りたいという方は随時あの募集しておりますのであの私にお声がけいただければなともしくはあのお友達でやりたいという人があったらあの私の方にぜひ紹介してください。でまあ、私の ことをあのご存知の方何人かいらっしゃるんですけども中にはえとちょっとこまああのざっくり紹介しますともともとソニーであの大卒で入りましてでロボットの設計とか音楽配信を日本で始めたりとかでハンドヘルドアンドロイドの前の <laughs>。 アンドあのハンドヘルドデバイスの企画やったりとかでその後あのデータビジネスを日本あのソニーでやろうとし始めててでそれがきっかけで実はエヴァーノートジャパンの設立に関わりましたでその後あの、まあ大学の同級生の,あの始めたミドクラという SDL の会社にあの移りましてでその後、まあ、あのカノニカルですね、まあ、ちょっとエンジン X とビジネスモデルがよく似てるんですけどもオープンソースの えっとソリューションを、まあ、日本で展開するということをちょっとやってきましたで、まあ、今回エンジン X に入ったのも、まあ、その時の経験を何とか生かしてくれということであの、まあ、採用いただいたという形になっていますでちょっとあの経路が違うワークデーを一回ちょっと踏んでから今エンジン X に来ているという形になっていますはい あのー、まあちょっと私のあの面白くない話はこの辺にしてこの後ちょっと LT とかで面白い話をどんどん聞いてしていただければなと思います今後ともエンジン X よろしくお願いいたします。ありがとうございました。